こんばんは、U ボートチャンネルです。見ての通り足にはプロテクターがついてます。このプロテクターを使ってちょっと遊んでみたいと思います。まず一つ目、プロボーラー。二つ目、セイントセイヤ腹筋。こんばんは、U ボットチャンネルです。今日ご紹介する商品はですね、コーヒーメーカーなんですけども、一般的なコーヒーメーカーとはちょっと違いまして、コーヒーカップ1杯分だけのコーヒーメーカーです。商品はこちらです。コレスの C311WH というコーヒーメーカーです。こちらの商品、見ての通りマグカップ、コーヒーカップ1杯分だけのコーヒーメーカーになっております。じゃあ早速ちょっと中を見てみたいと思います。はい、コーヒーメーカーこのようになっております。一番上は、お湯を注ぐところ、ちょっと分かりづらいんですが、ここにマックスという文字が見えますかね。ここまで水を入れてくださいということですね。こちらがコーヒーの粉を入れるところです。ちょっともうしばらく使ってますんで、少し茶色いコーヒーの色がついちゃってますけども。で、これがコーヒーのフィルターです。それと付属のコーヒーカップです。まあ、これですと書いてます。買った時に思ったんですけども、このコーヒーカップ、マグカップの、大きさでこれしか使えないのかなと思って、いろいろ家にあるものを試してみたんですけども、自分で持ってるこのコーヒーカップも入れることができました。これが多分入る最大だと思ってもらっていいと思います。高さが約9センチで、直径が8センチ。これであれば、こういう風な形で入れれば入れることができます。それではコーヒーをまず入れてみたいと思います。これを開けます。で、この中にコーヒー入れます。セットします。水を入れます。で、スイッチなんですけども、この横にスイッチがついてます。これを押します。青くなればスイッチが入りました。じゃあちょっとしばらく待ちたいと思います。できたようです。およそ4分半ぐらいかかりました。では早速ここからコーヒーを取るんですけども、コーヒーを取った後にですね、残りの滴が出てくるんで、一応それを受けるためのこういった、まあ何でもいいんですけど、一応コップみたいなのを用意しておきます。できました。ではいただきます。
飲みながらちょっと説明したいと思うんですけども、大きさがですね、高さが約21センチ、横幅20センチ、奥行き17センチ、まあ、とてもコンパクトで使いやすいです。価格はですね、税込みで4320円となっております。こちらの商品はですね、東武百貨店の6階のリビングフロアで買いました。実は私はですね、そこの会社の社員で、社員割引を使っていくらかそれよりも安く買うことができました。でこちらの、特別、悪い点はないんですけども、唯一、ちょっと気になったところがあったので、ちょっとお話しさせてもらうとですね、まあこんな感じに、こんな感じになっております。こちらの裏側のところにですね、あの何杯か飲んでるとこのコーヒーのカスが飛んでることがあります。特にコーヒーの粉が多いときはその傾向がよく見られます。ですので、たまに、掃除してあげることが必要になります。あと先ほどちょっとお話ししたんですけども、このコーヒーが全部出た後の残りの雫が出てくることがありますんで、まあこういった何でもいいですけど、こういう入れ物を使って、最後の雫を受けてあげた方がいいと思います。あとまあこれ私だけかもしれないんですけども、コーヒーの粉を入れて、セットしてスイッチを入れたんですけども、マグカップを入れるのを忘れてですね、びちゃびちゃ音がしてるのを聞いて初めて気がつきました。まあそんな人はいないかもしれないんですけども、もしかしたらうっかり忘れちゃうことがあるかもしれないので、それは気をつけた方がいいですね。なかなかいい商品だと思います。ちなみに今日撮影している環境はですね、一応こんな感じになっております。こちらに、補助の照明2台、こちらの天井照明だけでは暗いので、こちらの照明とでこちらの工事用の、照明をですね、カーテンに当てて間接照明として使ってます。こんな感じでいつも、動画を撮っております。またよろしくお願いします。